ユーマドットエグゼの回転時計です。デンデンと呼ばれてます。ストップだとか引いたりするのがすごい大事になってくるんで、分解練習紹介したいと思います。じゃあ次は一つ横にライン決めてもらって、それを別で、これはバスケにおいて結構ストップだとか引いたりするのがすごい大事になってくるんで、それの分解練習でこういうメニューを入れてます。この時に気をつけてもらいたいのが、もう前後にこういう練習をしたいんじゃなくて、そのラインより前についたら、こっから引いて後ろでついて、で手に戻ってきたら前、こういう感じで、この時に体がこうやって開いたりしないで、体は前向いたままこうできるようにしてください。で次はちょっとゲームライクに近づけて、前後ろ前の3回目で、でこの時に必ずずっと前を見て、試合中だったらターンした時に後ろ見ることはないんで、常に前見て相手がどういう状況になってるかとかを判断できるようにしてください。じゃあ行きます。次は3回目の時にターンして最後跳ねる。じゃあいきます。クロスオーバーやるときに腕を伸ばしすぎたり、腕をこうやってちっちゃくやりすぎたりとかあるんで。